それを5種類だから、皆様ごきげんよう、ナイスク新刊召喚のお時間です。司会は私、小さい頃は大自然の中の川で遊んでおりました三上です。今回は2月に出されました整備堂出版社の保育園幼稚園のワクワク運動遊びを紹介いたします。この本も担当された高作さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、早速なんですけども、はい、この本は、どういう方々に向けて、はいはい、タイトルにもあるんですけど、はい、保育園、幼稚園の先生向けに先生です、ね、はい、それで作られた本です。たくさんの遊びを紹介した本になってます。なるほど、保育園、幼稚園の先生ならどんな遊びでも、はい、毎日遊ばないといけないですからね。そうです、毎日ですぜひ買っていただきたい本になると思うんですけども、はい、苦労された点っていうのはどういったところになるんでしょうか。はい、パッと見た時にそんなに難しくないような作りになっているんですね。なので、文字数を少ない中にいろんな注意事項も含めて、その遊びのポイントとかも全部入れなきゃいけないっていうところが苦労するポイントです。なるほど、パッと見ただけでどんな遊びが分かるっていうところがすごく分かりやすく解説されております。そうですね、実際子さんお持ちの方、まあ、幼稚園の保育園の先生限らずですね、実践できそうなものっていうのはあったりするんでしょうか。はい、ご自宅でもすぐできるんじゃないかなっていうのが、第2章に身近な道具を使ってという章があります。でここは新聞だったりビニールの傘だったり、シャカシャカ違いますね、透明の傘袋を使ったりとか、その辺にあるような道具を使ってできる遊びを紹介してるんですけど、特にこの傘袋で折り紙切って入れてシャカシャカ振るのとかはすぐできて、何気に子供がの食いつきが良かった遊びになります。身近なものを使ってできるというとかなりいいですよね。そうなんですよね、新聞紙丸めて投げてみるとか、はい、こうやって走ってみるとかすごい可愛いです。可愛いイラストとともに紹介されてるので分かりやすいと思います。はい、よしやってみようっていうだけでできるものがたくさん紹介されておりますので、はい、ぜひ、こちらですね、整備堂出版社で出されました保育園幼稚園のワクワク運動遊びは全国書店アマゾンにてお買い求めになります。はい、ぜひ買って読んでみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。